はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安子でございます。白血病、糖尿生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、3日間でですね、マイナス1キロを維持できている方法とね、その感想をね、お話しします。まあ、免疫抑制剤のね、まあ、関係でね、体重がこう増えたり、まあ、血圧が上がったりしててですね、まあ、先生から運動しなさいと指導を受けてですね、まあ1週間しか経ってませんけども、まあ、ここ最近続けてる運動とね、まあ、自転車なんですけども、まあ、それと同時にですね、食の勉強を、食べるね、食の勉強をね、もう一度し始めてます。まあ、過去にね、その美容室で働いている時にも、まあ、健康に気を使わなあかんということでですね、こう勉強はしてたんですけどね、してたんですけども、まあ改めましてちゃんとね、まあ、先生からも指摘を受けたんで、勉強をね、始めようかなと思っております。まあ、そのカロリー計算とかじゃなくてね、食べ方の勉強をしてます。まあ、カロリー計算などはですね、まあ、料理をして食べてみないとね、分かりにくいので、まあ、やってませんが、ここまあ何ていうかね、食べ方そのものをまあね、見直してみようと、まあ、勉強し始めてからね、思いました。まあ、でも料理はね、やらず嫌いなので、まあ、やらんことないんですけどね、まあ、やったらできる子なんで、僕はね。話やね。まあ、話は戻しますけども、まずはね、食べ方です。朝に多く食べる。朝ごはんをたくさん食べてみるということです。まあね、朝からね、食べられへんでとね、思いますけども、まあ、無理やりね、食べてみてます、今はね。そして昼ごはんは普通の量を食べます。そうすると、なぜかこう晩ごはんはですね、そんなにお腹が空かなくなってきたので、食べる量がね、減りました。それはこう3日間続けてたらですね、こう、まあ、毎晩体重測ってるんですけども、マイナス1キロをね、維持して、こうお腹周りのね、こう突っ張った感がね、その感じがね、なくなりました。まあ、そのね、しかしですね、朝は排泄の時間やから、朝ごはんは食べなくてもいいというそのお話もあるんですよ、実はね。そのね、排泄のためにですね、排泄ね、うんちやおしっこなんですけども、こう消化ね、食べたものを消化するのに内臓のを動かすエネルギーをこう使ってしまうからね、排泄ができなくなると、排泄のためにエネルギーを使うことができなくなるから絶対にあかんって言い切ってる人もね、います。まあ、でもしかしですね、ある人はこんなことを言ってます。朝ごはんはですね、脂っこいものやね、肉を食べても、まあ、体はこう起きてるし、朝なんでね、まあ、仕事もね、一日中通してね、しますしね、学生さんやったら学校も行きますし、動いてるから、何かしらこうエネルギーをね、消費するので、こうタンパク質であったり、脂質か、で、炭水化物はね、こう、必ずこう消費されますと。で、しかも、昼ごはんまでのエネルギー源になるので、食べてもいいですよと。そして昼ごはんは晩ごはんまでのエネルギー源です。晩ごはんまでにちょっと小腹が空いたなと思ったら、まあ、少しおやつを食べたらいいと。まあ、そのおやつが晩ごはんまでのエネルギー源になりますよと。で、そんでもって晩ごはんは朝ごはんまでのエネルギーなんですけども、まあ、朝ごはんまでって言っても、夜は寝るんでね、まあ、エネルギーは使わないので、寝てるだけなんでね、晩ご飯を食べすぎると、こう、消費しないので、寝てるだけなんで消費しないので、体にこう、蓄えられて、太ってしまいますと。脂肪に変わっちゃいますよ、と。ねえ、いうことでございます。この人のお話でね、僕はすごいテンションが上がってしまってね、マニアをしてみたらですね、3日間でね、マイナス1キロをね、維持できてます。まあ、朝ごはんは食べなくていいというお話もですね、朝ごはんを多く食べたらいいというお話もですね、別にまあ両方ともね、あかんことないんですよ、本当に。今自分の体に合うやり方をやってみたらええと思うんで、よかったら皆さんもやってみてください。ね、いろいろね、自分の体がちょうどね、調子悪いなってなったら、もうやめたらいいですし、いつものこうね、生活に戻せばいいだけなんで、ね、気になって、まあ僕みたいに、ね、気にしている方はね、まあいろんな方法をね、やってみたらいいと思いますんで、よかったらやってみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。